シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ来週のね、はい、2月23日から3月1日のものですね、はい。まずは火のグループ、情熱の星座、おひつち座、しし座、いて座、はい。思いの実現化、うん。普段使う言葉に注意してください。あ、言葉にする。そして早めの準備をしていきましょう、はい、ということです。はい、はい。地のグループ、安定の星座、おうし座、乙女座、ヤギ座。真の力、力の意味をねちょっと考える、うん。ただ押すだけが力じゃない、引く力もあるし、ほうというような、そこをちょっと意識してみてください。はい。で、役に立つ情報を意識して引き寄せるつもりで1週間過ごしてみたらいいですね。なるほど。はい。風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、はい。感情を見直す、うん。自分の中にあるブロックを取れば物事が明確に なって流れ出していきます。そして外に出かけてくださいって。ほー、ほーい。水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座。ハートとつながりましょう。真の目的が見えてきますよ。いろんなものを感じてくださいということです。なるほど。はい。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。シンクロプラス、意味のある偶然は人生のスパイス。心の筋トレで思考は強化できます。ナンバーワンよりも自己ベストの更新を目指しましょう。